どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。藤平明夫、もしかしたらこちらの本名より大沢昇、この名前をご存知の人が多いのかもしれません。極真空手の創祖期の第一人者の一人だ。そしてボクシング、キックボクシング界で大変な活躍をした極真空手を代表する名選手の一人です。藤平明夫は大山道場時代に入門したとされ、身長はわずか155センチ、体重は60キロ足らずとされていますが、その現代の軽量級においてもひときわ小柄な体格ながら、その強さは誰もが認めるものとされています。まず最初のエピソードとして聞かれるのは大山康彦のものでしょう。大山道場時代の山崎照友と並び立つ天才の一人として名高い大山康彦、彼が春山一郎とのライバル関係を経て司法試験に悪戦苦闘する中、無性に汗の匂いが恋しくなって道場に顔を出した時のことでした。稽古に汗を流し、 2,3 人の後輩相手に参りましたを響かせ、そして本人曰く調子に乗ってしまった大山康彦、そのままその場でチーフインストラクターをやっていた藤平明夫に、おいちょっと軽く組手をやってみようかと声をかけてしまったと言います。それに藤平明夫は困った顔つきをしましたが、それでもおーすと返事をして構えました。すると大山康彦曰く、その構えを見ると頭一つくらい小さかったこの後輩、なぜかどんどん大きくなってくると感じたと言います。あ、これはやばい。藤平明夫がビシビシと拳蹴りが体をかすめて、その背中に冷や汗がどっと流れたと言います。大山康彦は語っています。あの時藤平明夫がコントロールしなかったら、私は完全に伸ばされていた。もちろん大山康彦のブランクを加味しなければいけないエピソードとはいえ、これは一つの考慮すべき事実と言えるでしょう。その後大山康彦は強くなったなぁと感心して言うと、いやー先輩そんなことないっすよ、やっぱり怖くて入りにくいですと返し、大山康彦に心憎いばかりの謙虚さを見せてくれた。ビッグハートである、参ったと感服させたと言います。その後藤平明夫は米倉ボクシングジムに入会し、大沢昇のリングネームでボクシング参戦を果たし、11戦10勝1敗の輝かしい成績を残し、キックボクシングでは67戦56勝50 KO という恐るべき KO 率を誇り、キックボクサーとして向かった3度に及ぶ大遠征の最後にグアンムンと呼ばれる選手と戦い、膝蹴りを200発以上食らいながらも最終ラウンドまでダウンせず、肋骨を折られながらも前へ前へと攻め続け、タイでの初黒星を喫しましたが、その戦いぶりにタイのファンからはビッグハートと称えられ、1971年に全日本キックボクシング協会の初代バンタム級チャンピオンとなり、同年タイに2度遠征し、ラジャダムランチャンピオンのチャンテットとキャットバームーパックと対戦し、惜しくも判定負けを喫しますが、その戦いぶりからキック史上最も感動的な試合と称する専門家もいたといいます。その彼の強さを支えるものは何といっても上記を逸していると言っても過言ではないほどの壮絶なる猛稽古でしょう。我ながらこれ以上ないほどの主食語を使わせていただきましたが、その言葉に決してたがわず、あの大山抹殺をして最上級の賛辞ともいえるもので叩いています。いわく稽古を始めると8時間、多い時は10時間続けて稽古した。その間1分と休まない。いつも4時頃道場へ来て稽古を始めると筋肉が次々と運動を要求して止まらない。時にはそのまま夜中の1時ぐらいまでぶっ続けに稽古していることがあった。どうかしている。いや、なんていうか1時間だってぶっ続けで稽古するの大変というか、ぶっちゃけ30分だけぶっ続けという意味では結構大変というか、これはもう常識捨て聞いた方が良さそうですね。はい。さらには藤平明夫がサンドバッグを叩いていたら1時間半くらいして急にひっくり返ってしまったことがあると言います。やってる人は分かると思いますが、そもそもサンドバッグを叩くことを
正直20分とか30分とか続けるのは非常に大変で、1時間半になってどうかしていて、しかもその間非常に殺気立ち、体が麻痺し神経が麻痺しどうかしている状態に陥り、そばに寄ったら何をされるかわからないという気持ちが道場全体に張り詰めていたといいます。あの日大の花山崎輝と申して、常に原点に帰り無我夢中になって稽古してた先輩だった。オスの精神そのままに、耐え難きを耐え忍び難きを忍び、あらゆる苦しみにも耐え忍び、先輩に対しては礼を尽くし、後輩に対しては親身になってお世話をし、道を同じくする者共に苦しみ励まし合おうという、その精神そのものの考えを持ち実行している先輩だったからであると最上級の言葉で続いています。そのあまりの稽古から大山摩擦が、藤井らの奴は夜中でも稽古しているんだ、近所から苦情が来てね、いいんだよ、謝るのは私がいくらでも謝るから、好きなだけ稽古やったらいいと嬉しそうに語っていたといいます。そしてついには藤平明夫は道場に寝袋を持って寝泊まりし、地下室に電気ガンを持ち込んで、おかずもなくご飯に醤油をぶっかけて、美味しい美味しいと頬張っていたといいます。いや、すごすぎ、本当怪物やな。いや、でも思うのですが、稽古できるというのも才能だ。実際のところ、これだけの稽古をしたいと思っても体がついています。筋肉痛になり、次の日は動けず、むしろ体を壊して、そんなケースもままあり得ます。これだけの稽古をこなし、そしてそれを身につけてしまうというのは、それだけでも凄まじい天賦の才と言えるでしょう。そんな彼の戦いで最も有名なの2つというのが、まず1つ、極真空手 VS 無栄隊の3対3マッチでしょう。最初の構想では大山康彦、岡田博文、藤井明夫、中村忠の4名から始まり、度重なる延期の末、藤平明夫、中村忠両名が遠征に向かい、その監督役として黒崎武時が同行し、大山摩擦にも羽田空港で、君、野口は必ず君に試合に出てくれと言ってくる、君、絶対に試合はしてはいけないよ、野口の話に乗ってはいけないよと釘を刺されて向かった先、結局黒崎武時は相手の話を飲み戦うことになってしまったと言います。しかもその時、黒崎武時はそれまで出場する予定がなかったために、稽古準備が決定的に不足しており、さらには足の親指を可能していたといいます。そんな中始まった対抗戦、先方として出向いた中村忠は、無栄隊を相手になんと左中段回し蹴りで勝負を決めてしまったというのです。恐るべき話です。中段回し蹴り、左ミドルキックといえば無栄隊の代名詞ともいえる必殺技、ほとんどそれだけで試合を組み立てる選手すら多く、そんな相手に腕ではなく腹で、しかもダメージを与えてダウンを取るなどと衝撃としか言いようがありません。まさしく伝説的な空手が中村だし、その実力を証明する結果と言えるでしょう。しかし残念ながら、続く黒崎武時は先の懸念材料に加えて、タイの英雄と名勝負を演じたという強敵ということも相まって、なんとか粘れに粘ったものの、最終的に相手の肘打ちに沈むことになりました。1勝1敗、後がない、自分たちを引っ張ってくれた黒崎先生が負けた。そんな極限状態の中、敵を打ってこいと送り出され、叫びながらリング上に上がり、その後の歴史を決定づける決戦へと、藤井明夫はその身を投じることになります。私は引き続き本場タイの人々、そして大山康彦からビッグハートと称えられた極真草創期を代表する伝説的な空手家藤平明夫、その伝説を皆様に紹介していきたいと思います。ですので、ぜひ高評価コメントの方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。